静岡の歯科技工士会の会長さんから、まあ、ぜひお話ししたいというお問い合わせがありまして。会長さんですか？会長さんが、僕のラボまで足を運んでいただいて、はい、お話をする機会を設けました。へー、はい、まあ、たまたまのタイミングだったんですけど、はい、COL の一毛さんも、はい、こっちに来るタイミングだったので、一緒にお話を3人でする機会がありまして。そもそも、はいはい、その会長さんは、はい、なんで連絡くれたんですか？まあ、僕が要は話してる内容が、はい、まあ、すごく共感できると。お、はい、で、まあ、同じことを思ってて、はい、で、なんかやりたいことも同じみたいなことを言ってくれて、うん、で、ぜひお話ししたいということだったんです。へえー、はい、すごいっすね。そうなんです。要は多分方向性が一緒だと思うんですけど、はい、うん、はい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 、一番強く言ってたみたいなところってあります？のはやっぱり技工士を増やしたいっていうところは言ってましたね。あ、そうなんですか。はいはい、はあはあはあ、もちろん歯科技工士会の会長さんなんで、はい、まあ、そこも増やしたいっていうのもいう思いもあったと思うんですけど、勧誘とかっていう話じゃなくって、もうほんと純粋にどういう思いでその技工士を増やそうとか、はあ、ぜひ協力ができることがあれば、協力させてくださいみたいなお話をしてくれました。へえ、はい、ちょっと今の話を聞いて、はい、意外だったんですけど、はいはい、ちょっと一部の方からは、うん、技工士なんて一回ぶっ壊しちゃった方がいいよみたいな感じで思われている方が、はいはい、ちょこちょこいるじゃないですか。はいはいはい、でも幸之助は増やしていきたいっていう思いで、うん、はい、ちょっと僕は、うん、技工士会的にも、うん、なんかそういう風に思ってるのかなっていうのを、ちょっと思ってた矢先、技工士会の会長さんがやっぱり増やしていきたいんだっていうのが、うん、ちょっと意外でしたね。そうですね。うん、会長さん自身も、はい、やっぱり技工士って、その、悪い職業じゃないよねっておっしゃってて、はあ、で、ご自身も歯科技工所経営してまして、はい、で、もう何人かスタッフさんがいるみたいなんですよね。はあはあ、で、やっぱりこう離職率がすごく少ないらしいんですよ、そこの会長さんのラボ。へえ、まあ、辞める人全然いなくて定着率もすごく高いって言ってたんで、はい、まあ、すごくいい環境で働かれてるんだなって思いましたね。はあはあ、はいはい、まあ、なんか具体的に、はいはい、こういう風にやっていけたらな、うん、みたいなのってありました？小学校の職業講話の動画あったじゃないですか、はいはいはい、あの動画見てすごくいいなっておっしゃってくれて、はい、で、まあ、もしそういう機会が あるようだったら私も喋りたいというか、そういうことをおっしゃってましたね。ああ、はいはい、一緒にね、うんうんうん、ほう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 、ああいう活動というか、うん、はい、運動はすごくいいよねって言ってくれて、うん、でそういうところでなんか自分自身も動きたいみたいなことは言ってましたね。へえ、はい、結構前向きなんですね。そうですね、静岡県の技工士会は県ですよね。静岡県ですね。へえ、はい、めちゃくちゃでかいじゃないですか。そこの会長さんなんですよね。会長さん、確認ですけどもう一回。はい、はあ、はい、すごいですね。うん、なんかやっぱ幸之助が、はい、この YouTube を使って、はいはい、やっぱそういう人たちにね、うん、こういろいろ訴えかけてるわけじゃないですか、はいはい、結構大きい岩が動いたみたいな感じが僕はするんですけど、うんうん、その辺はどうですか？いや、そう思います。わざわざ会長さんがここまで来てくれるっていうのは僕にとっても嬉しかったですし、はい、一番国に近い方というか、ね、あ、そうですね、僕がつながってる中だと、はいはいはい、そういう方がアプローチしてくれたのはすごく嬉しかったですね。そうですね、はいはいはい、今2年ぐらいですけど、はい、YouTube、 そうですね、はい、始めて2年経ってないですかね。いや、2年半くらい経ってます。あ、2年半くらい2年半くらい経って、まあ、ようやくというか、うん、まあ、まだまだなんですけど、はい、少しずつそういう動きが出てくれれば、まあ、僕もやっててよかったなとはこう思いますね。そうですね、はいはい、会長さんはもっと、うん、県だったりとか、うん、日本だったりとかに、うん、訴えますよみたいなのとかってなかったんですか？いや、ありましたよ。ありました、ありました、はい、まあ、やれるかどうかわからないとは言ってましたけど、はい、まあ、副会長さんが、はあ、まあ、日本の歯科技
日本の歯科技工士会、お日本の歯科技工士会ですね。おお、すごいじゃないですか。一番トップってことですよね。そう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 、おと、まあ、つながりがちょっとあるということで、はい、まあ、そういう働きかけもできるかもとは言ってました。あ、はい、いやでもいいですよね、やっぱ、うん、いるいないじゃ全然違うし、うん、やるやらないでも全然違うわけなんで。そうです、そうです。ああ、それはいいですね。はいはい。あ、強力な助っ人がそうですね、はい、まあ、実際やってる活動とかっていうのがまだちょっと僕も見えてこなかったので、まあ、こういう働きかけしたいんですみたいな提案もちょっとさせてもらったんですけど、はい、やっぱり何ですかね、静岡県の歯科技工士会の、まあ、理事会っていうものがあって、ええ、やっぱそういうところで話し合いがあって、でできるかできないかをこう議論し合ってやるやらないか決定みたいな流れなんですけど、うんうん、はい、まあ、そういう話までしてくれたみたいなんですけど、結局ちょっと僕の願いはちょっと叶わなかったんですけどね。あ、はいはいはい。まあ、なんで、でもそれでも違うアプローチしてくださるってことも言ってくれたんで、お、はい、まあ、少しずつやれていければいいなとは思ってますね、はい、はいはい。僕がこう今までやってることっていうのは、はい、そんな間違ったことじゃないなって思ってて、はい、その、まあ、職業講話だったり、はい、職業体験だったり、はい、歯科技工士の卵と、うん、まあ、触れ合ったりとか、はい、横のつながり増やしたりとか、はい、やっぱこれってすごくそのなんだろう、ちょっとずつですけど、はい、動いてるなと思ってて、うん、そうですね、うん、はい、だからそれをコツコツやっていきたいなと思ってますね、うんうんうん、だから継続することだと思ってます、はいはい、まあ、この YouTube もそうですけど、はい、ちょっと僕にできるその限界もあるので、そうですね、うん、はい、まあ、できることはやっていきたいなとは思ってます、ほうほう、はいはい、技工士会のね、会長さんも言ってたみたいに、はいはい、一歩ずつでも、はい、いろんな人にこの思いが伝わっていけば、うん、おのずと道も開けるかなと。そうですね、はい、そう思います、思いました僕も、はいはい、まあ、素敵な出会いをありがとうございます。いや本当に良かったです、ありがとうございます、はい、またね、歯科技工士会の人じゃなくても、はい、いろんな方から連絡いただければ、はい、何かしらね、できることあるんじゃないかなと思ってるので。そうですね、はい、コメントでもメールでもいいので、はい、また問い合わせいただければ僕も嬉しいです。そうですね、はいはいはい、じゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。